2024年9月23日 CDTV ライブライブでナンバーアンダーラインアイが INZM ハイパーバンドバージョンを初披露この歴史的瞬間を前にファンならずとも見逃せないポイントが目白押し2024年9月23日音楽番組 CDTV ライブライブでのナンバーアンダーラインアイによる INZM ハイパーバンドバージョンの初披露がすでに多くのファンの間で話題となっています 彼らが作り出す新たなサウンド、そして進化したパフォーマンスは、平野翔、岩優太、神宮寺優太という日本のエンターテインメント界のトップに立つアーティストたちの集大成とも言えるものであり、ファンの期待は日に日に高まっています。この発表は、彼らが持つ音楽的な可能性と、そのキャリアの新たな段階を象徴するものと言えるでしょう。ナンバーアンダーライン愛は、単なるアイドルグループではなく、 音楽性においても卓越した存在です彼らはデビュー当時から音楽業界でその存在感を示し続けてきましたが、ここに来て INZM ・ハイパーバンドバージョンという新たな挑戦を表明しました。この挑戦は彼らがこれまで培ってきた技術と情熱をさらに一歩先に進め、ファンとのつながりを深めるものとなるでしょう。テレビでの初披露にあたり、 多くのファンがソーシャルメディアで興奮を隠せずにいるのも無理はありません。平野翔、岩ガン・ユータ、神宮寺・ユータという3人は、これまでにも数々のステージで観客を魅了してきました。しかし、今回の INZM ・ハイパーバンドバージョンは、これまでの彼らの音楽活動の中でも最も独創的で挑戦的なプロジェクトの一つと言えるでしょう。特に、このバージョンはバンドサウンドを取り入れた新たなアレンジが施されており、 ギターリフやヘッドバンキングといったエネルギッシュな要素が加わることで、これまでの彼らのイメージとは一線を画す、よりダイナミックなパフォーマンスが期待されています。ファンはもちろんのこと、音楽業界においても、INZM ・ハイパーバンドバージョンがどのように受け入れられるか、大いに注目されています。日本の音楽シーンは、ここ数年で急速に進化し、ジャンルを超えたコラボレーションや新たなスタイルの導入が進んでいます。 その中で、ナンバーアンダーラインアイがバンドサウンドに挑戦するという試みは、まさに時代を象徴する動きとも言えるでしょう。これまでジャニーズ事務所に所属していた彼らが、より独立した音楽活動に舵を切ったことは、ファンにとっても驚きと期待をもたらすものであり、彼らの未来に対する希望が膨らむ瞬間でもあります。ナンバーアンダーラインアイのメンバーは、それぞれが異なる個性と音楽的バックグラウンドを持ち、 その融合が彼らの強みとなっています。平野翔は、そのカリスマ性と卓越したダンススキルでファンを魅了し続けており、彼のパフォーマンスには常に一貫したエネルギーが感じられます。一方、ガン・太は、その安定感のある歌唱力と感情表現が特徴であり、彼の声は曲に深みを与える要素となっています。さらに、神宮寺優太は、多彩なパフォーマーとして、ダンスと歌だけでなく、 演技やトークにも定評がありますこの3人が力を合わせて作り出す音楽は、ただのエンターテインメントに止まらず、リスナーに強いメッセージを伝えるものとなるでしょう。INZM ・ハイパーバンドバージョンの制作背景には、メンバー自身の音楽的な成長と、彼らが持つ独自のビジョンが反映されているといえます。音楽業界は日々変化しており、アーティストたちは常に新しい挑戦を求められます。 ナンバーアンダーライン愛の3人も例外ではなく、彼らはこれまでのキャリアの中で多くの試行錯誤を繰り返しながら、自分たちの音楽を進化させてきました。その結果、今回の INZM ハイパーバンドバージョンという形で、彼らの進化が結実したのです。ここで注目すべきは、彼らがファンとの強い絆を持っている点です。ソーシャルメディアでは、 ファンが彼らの新たな挑戦に対する期待と応援の声を次々と発信しており、この一体感は他のアーティストには見られない特別なものです。ファンは彼らの音楽だけでなく、その成長過程を共に歩んできたという実感を持っています。そのため、今回の INZM ハイパーバンドバージョンの初披露は、ファンにとっても非常に感慨深い瞬間となるでしょう。さらに、 このパフォーマンスは日本の音楽業界にとっても大きな意味を持つ可能性があります。バンドサウンドを取り入れるという試みは、これまでのジャニーズ系アイドルの枠を超えた新たな可能性を示しており、他のアーティストやグループにとっても刺激となるでしょう。実際、最近では多くのアーティストがジャンルを超えたコラボレーションや、新しい音楽スタイルの探求を進めています。ナンバーアンダーラインアイの今回の試みも、 そのの流れれ一環としして捉えられるでしょう。音楽において進化や変革は常にリスクを伴うものです。しかしナンバーアンダーライン愛の3人はそのリスクを恐れることなく新たな挑戦に挑む姿勢を見せています。これは彼らが持つ自信とファンに対する強い信頼関係の表れでもあります。音楽は時にアーティストとリスナーの間で深い共感を生むものですが、 ナンバーアンダーラインアイの INZM ハイパーバンドバージョンもまた多くのファンにとって特別な意味を持つ一曲となるでしょう CDTV ライブライブでの初披露に向けてファンはもちろん業界内でも大きな期待が寄せられていますこのパフォーマンスがどのように評価されるかは今後のナンバーアンダーラインアイの音楽活動にも影響を与える可能性が高いですまたこの挑戦が成功すれば 彼らはさらに多くの可能性を切り開いていくことでしょう。すでにファンはリアルタイムでの視聴に加え、録画して何度もそのパフォーマンスを楽しむ準備を進めている様子です。ナンバーアンダーラインアイが INZM、ハイパーバンドバージョンでどのような新たな世界を見せてくれるのか、その答えはもうすぐ明らかになります。ファンと共に歩んできた彼らの音楽的な旅路は、まだまだ終わりを迎えることはなく、 むしろこれからが本当のクライマックスに向かう時期かもしれません。彼らの持つ可能性は無限大であり、その一端を INZM ・ハイパーバンドバージョンで垣間見ることができるでしょう。この瞬間を逃すことなく、多くのファンがその歴史的なパフォーマンスに立ち会うことになるはずです。INZM ・ハイパーバンドバージョンのパフォーマンスは、単なる音楽的な進化だけでなく、 ナンバーアンダーライン愛がこれからどのような方向性を持って進んでいくかを示す大きな分岐点になるでしょう。これまで彼らはファンの期待に依頼続けることで多くの成功を収めてきましたが今回のように新しい挑戦をすることでさらにその幅を広げようとしているのです。この大胆なステップはナンバーアンダーライン愛が単なるアイドルグループの枠にとどまらない真のアーティストとしての成長を見せる証しでもあります。 バンドサウンドに挑むことは、彼らの音楽的背景からすると意外な選択のようにも見えますが、それだけにファンにとっては新鮮であり、驚きをもたらす要素でもあります。この選択は、日本の音楽業界の中でも異例であり、特にジャニーズ系アーティストが伝統的に持っていた、アイドルの枠を超えた挑戦として、多くの人々の注目を集めることは間違いありません。過去に例を見ないほどの注目を集めている背景には、 彼らがこれまで積み上げてきた信頼と音楽的な成長があることは言うまでもありません。この挑戦は、ただの一時的な流行や試みではなく、ナンバーアンダーライン愛が音楽アーティストとしての未来を真剣に考え、進化し続けようとする姿勢の表れです。日本の音楽シーンでは、アーティストが新たなサウンドやスタイルを取り入れることがよくありますが、特にアイドル業界では、 ファンの期待に依頼つつも新しいものに挑戦することが非常に難しいとされています。それでも、ナンバーアンダーライン愛はその難しさに直面しながらも、常に前向きに進化を続け、ファンに新たな驚きと感動を与え続けています。彼らの音楽的な挑戦は、他のアーティストやグループにも影響を与えることでしょう。特に若いアーティストたちが彼らの姿を見て、 自由な表現や新しいスタイルに挑むことに勇気を持つようになるかもしれません。これまでジャニーズ系アイドルに求められてきた定番のアイドル像から脱却し、よりアーティストとしての側面を強化する流れが生まれる可能性があります。その流れの先駆けとして、ナンバーアンダーラインアイは音楽シーンに新たな風を吹き込んでいます。また、ファンとのつながりは、彼らの成功に欠かせない要素です。 彼らの音楽活動の中で、ファンが常に大きな存在感を持っていることは明白であり、その期待に依頼続けるための努力は並大抵のものではありません。しかし、ナンバーアンダーライン愛のメンバーはそのプレッシャーをも糧にし、常に新しいことに挑戦し続ける姿勢を崩しません。この姿勢こそが、彼らが長年に渡り愛され続ける理由の一つでもあるのです。INZM ハイパーバンドバージョンは、 その強力なサウンドとパフォーマンスでファンを驚かせるだけでなく、音楽そのものが持つ力を再確認させてくれるでしょう。音楽は人々を結びつけ、感情を共有する手段であり、ナンバー・アンダーライン愛の新たな試みもまた、ファンとアーティストの間にさらなる強い絆を築くものとなるでしょう。ソーシャルメディア上では、すでに多くのファンがこの新しい挑戦に対して期待と興奮を寄せており、 その反応は今後の彼らの活動に大きな影響を与えることになるでしょう。